麻雀遊戯王、麻雀遊戯ヒストリーさあ、プロ雀士の方にご自身の年表を書いていただきまして、その生い立ちと生き様を教えてもらうというコーナーです。こんにちは、イーピンくんです。マリチューこと長澤まりなです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして今回年表を書いていただくのは近藤誠一プロです。よろしくお願いします。はい、近藤誠一です。よろしくお願いします。さあ、近藤プロにですね、久々に遊戯を来ていただきました、ね、そうですね、ご無沙汰しております、皆さん、はい、ありがとうございます。今日もこちらこそありがとうございます。近藤さんはですね、スタジオに来ていただくゲストとしては3回目ですね、はい、めっちゃ多いんじゃないですか。そうなんです。なので、うん、スタジオにこうゲストとして来ていただけてる中ではもう結構最多に近いんですけども、うんうん、そうなんですね。そうなんですよ。さすがだなと思うのは、やっぱ回を重ねるごとにですね、服装がどんどんラフになってきて最初ね、ビシッとしたスーツだったんですよ。そうでしたか。で、あの2回目でカジュアルなシャツになりまして、3回目にしても B ボーイに変わり、ついに T シャツに、はいはい、めっちゃかっこいい T シャツですよ。ありがとうございます。これオリジナルで、めっちゃいいですね。あの、ファンの人が作ってくれた。すごい、はい、すごい。しかも後ろがね、そう伊藤さんのお方々も本当に、オフィシャル、オフィシャルのすごい方々が協賛してくださって、はい、でミオップルさんが作ってくれた T シャツ、はい、そんな名前まで言ってくれるんですね。ね、もうもはや日本で一番人気のあるおじさんなんじゃないかと。そうなんですよ。売れたっていう近藤さんの愛らしさが昔からあるので、やっぱりスタジオでいろんなお話を聞きたいなということで、いつもお呼びさせていただいているんですけれども、はいはい、今回はですね、ヒストリーということで、そんな近藤さんの年表をやっぱ書いていただきたいので、すごい不安なんですけど、はい、覚えてるかなと思って。そっちですね。言っていいことは悪いことじゃないですね。もうすぐ59歳になるんですよ。おお、だから0歳とか言ったらもう59年前なんですよ。59年前、前だな。なるほど、確かに昔にはありますね。小学校3年生の9歳でも半世紀前ってことですね。確かに半世紀前ですね。やばいっすよね。いや、そう考えると結構昔に感じますけども、うん、できるだけ思い出していただけるだけね。はい、はい、思います。はい、まあでもよろしくですね。はい、こうプロ雀士になったとか目指したタイミングポイントなんかも含めてちょっとお聞きできたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。あの時々なんか、はい、あの聞いてもらったり突っ込んでもらったりすると、はい、より思い出しやすいかもしれないです。わかりました、わかりました。はい、では我々マリチューブと一緒にいろいろ、はい、聞いてみます。よろしくお願いします。お願いします。そのまずですね、こう年表なのでやっぱ、はい、生まれる0年のところからですね、はい、書いていただいて、0歳、0歳のせいちゃん。じゃあということで、兵庫県尼崎市で生まれるという、はい、2歳の時に、はい、西宮市に引っ越します。甲子園球場がある市です。あ、なるほどなるほど。転居、2歳で転居って言いよかったね。いや、これはでもね、はい、やっぱ帰っていただけて、あ、そうなったと思いますか。まあ、まだ物心ついてないですけどね。まあ、そうですよね、2歳ですもんね。どうでもいい話まで覚えてこれ59まで。そうですね、ってことは少なくとも50行ぐらいは出てくるわけですよ。今日は長くなりそう。付き合い切るぞ。1年ですね。はい、扉に指を挟まる。あ、痛い、これは痛い。これは今日の伝票は丸1日かかりそうです。このレベルを使えてくれる。この辺の話を一生懸命をほじくり返して思い出したらこんなのができちゃった。いやいや、素晴らしい。いや、ありますよね、このね、うっかり指が挟まれてるパニックになるやつ。覚えてるんですね。いや、だけどね、自分ではね、そんなに覚えてないんですよ。うん、4歳、5歳ぐらいになっても、はい、親がね、気にして、あんた指まだ曲がっとるやんって、よく言われたのは覚えてる。たびたび言われることで、あ、そうなんだっていう。もちろん、ね、もう全然大丈夫そうですか、うん、と思うんだけど、よくわからない。もうでも全然綺麗ですね、うん、その頃の怪我とかって今も引きずった気がする、あのね、でもこの3が、はい、これ結構はっきり出してるでしょ、はい、ね、マルチもね、じゃあ、はい、ちゃん俺ね、こっちできないの。あ、なるほど、本当だ。だから多分その挟まれた影響なんじゃないかなと、かもしれない、勝手に思ってる。なるほど。もしかすると可能性があるってことでもね、もうあのエピソードこのぐらいなんですよ、この辺のやつ。いやいや、まあ、それはそうですよね。それだと思いますね。全然帰って9歳。9歳。ちょっと飛びまして。飛びました。書道、剣道、そろばん。今知らない人いっぱいいるから、そろばんって何？そろばん、いるんですかね。でも手算とかね、結構、うん、算数とか強くなりますからね。結構習い事としてはね、言ってる方多いんですよね。あとね、あれ指も動かすんでね、はい、あれも結構いけてんじゃないかなと勝手に思ってます。なるほど。え？え？何の話ですか？いやいや、指動かすと、ほらほら、あの、例えば麻雀で指動かすと老化防止になるとか言うじゃん。そうですよね。俺はこの頃から老化防止してんの。私、どんな人
違いますよ。近藤さんはそんな人じゃないです。近藤さんはそんな人じゃないです。指を使うことにより今の麻雀とかのこう手先を使う仕事を結果的にそういう仕事につけたぞってことになって。マリちゃん何の話してるの。一回どう思ったか言ってもらっていいですか。近藤さんが言えないようなことを想像しないでください。とんでもないどしもねだから。焦った。ただでさえマージャン遊戯王に出てる人の中で一番エロいのはマリチューさんなんじゃないかって気がした。違うんです。私は純粋なんですよ。純粋な方は今のって勘違いしないです。勘違いしない。ここでもさ、だって今の下ネタだと思ったらマリチューだけでしょ。そうです。え、そうなんですか。あと誰も持ってない。持ってないですよ、はい、だってあれのボームとか言ってない。結果的に30歳以上年上の人にどしもネタの土星が話じゃないですか。すいません、失礼しました。気をつけてください。気をつけます。こんなぐらいだったかな。はい。あ、塾もいると思う。あ、なんか9歳で塾。下田ポーテ。あ、まだ引きずる。塾はね、自分家が塾だったんで。あ、そうなんですね。あ、そっか。お父さんお母さんが学習塾を経営されてたみたいな。あのね、ここで塾やってるんですよ。あ、なるほど。ここで塾。転居とはいえ、ここの家まだあるんです、はい、こっち実家で、はい、で、こっちマンションとかアパートとか渡り歩いた感じですね。なるほど、なるほど。お父さんは毎日ここに行って塾をやってた。お家と職場があって。そうそうそう、そういう感じですね。そうですね。で、自分も、まあ、ある年頃からここに通うようになって、はい、お父さんに教えてもらった。ありがとうございます、はい。まあ、でもこう9歳の頃に結構いろんな習い事を、うん、結構もう書道も剣道もそのままもう続けられたんですか。書道は11歳、はい、剣道11歳。あ、じゃあ結構そんなに長くはやられてないか。ね、間違えた、はい、これ11歳で一旦休止してます、はい、あ、なるほどなるほど、うん、お休みというか、そうそう、だからいわゆる道場に通ってたんですけど、はい、そこは11歳で辞めてます。なるほど。あとね、そろばんね、実はこれが一番好きだったのに、はい、なぜか、はい、9歳でしょ、はい、もうすぐ10歳の時に辞めさせられました。あら、そうなんですね。なんでか知らんけど。なんでなんですかね。もういいよ、俺行かなくて。そんな親の事情があったのかもしれないけど。なるほど、なるほど。よくわかんないです。ここはね、6年生まで行ったかな。あ、10歳は。じゃあまあ、いずれも剣道は途中で再開するにせよ、いずれも小学生のうちで終わっちゃってる感じなんですね。うん、そうですね、基本的にはね。中学生からですね。ここで、はい、剣道部に入る。剣道部。剣道部。なるほど。道場は辞めたけども部活として剣道部に入る。そうですね。剣道部ってマジきついですよね。いや、ない。そうですよね。なんかね、そう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 。エアコンとか効いてないですよね。うん、あの防具がまたね、やばいことになって。うんうんうん、そうそう。臭い。あ、臭いね。これ受験の話が全く入ってないんですね。なるほど、確かに今もこれは、うん、それで習い事がメインになってましたね。だからこう受験だからこの間に入るんだ、はい。ここはね。六甲中学。あ、ということは中学受験をされたってこと。そうそうそう。わー、すごい頭がいい。どういうね、うん、合格してたらね。え、合格。え、あ、そうなんすか。なるほど。中学受験を受験勉強はしてましたよって話ですね、はい、うん、なるほどなるほど。で、この時からあの算数だけはよくできてたんですけど、はい、他の教科がまあからっきしだったんで、なるほど、ちょっと無理でしたね。特化型だったんですね、近藤さんが。なるほどなるほど。14歳ぐらいだったかな、はい、別の塾に。お父さんの塾から別の塾に、うん、あなたじゃ無理ですって言って、実のお父さんに言われたって言うんですか。いやいや、俺が言ったの。ああ、よかった、びっくりした。あ、よくはねえか。いや、友達、はい、じゃあ近藤さんがもうちょっとついてきませんっていうふうにお父さんに言ったと。え、まあ、ある意味ね、はい、合格になってしまいます、はい、という意味です。うわー、先生のせいにしたんだ。あ、よ、言い方悪い。言い方悪いな。いや、だからいろんな塾があるじゃないですか。うちはそこまで進学塾じゃなかったんです。なるほど。まあ、補習塾まではいかないけど、はい、上から下まで割とまとめて見てる感じの、ね、勉強をサポートするタイプの塾と伸ばすタイプの塾と、うん、一応サポートする方だったんです。その、まあ、だから混ざったぐらいの感じのね、微妙なラインのところのやつだったんで、ここで多摩学園っていう関西ではまあ当時かなり有名だった進学塾ですね。なるほど、に通います。はい、なるほど。進学を目指しての、そうそうそう、目指してね。で、まあ15歳で卒業するんですけど、はい、この時に大阪聖光学院、よく聞きますよね、うん、はい、まあ、かなり偏差値の高い、はい、大京大池田高校、はい、それと鳴尾高校。鳴尾高校、これ公立高校です。あ、そうなんですね。だから、私立、国立、公立っていうね。なるほどなるほど。あ、私立は聖光学院難しいんですよ。難しかった、ね、しかも あれなんですよ。例えば兵庫県でいうと、はい、灘なんかもそうなんですけど、はい、あの高校から取る数ってすごい少ないんですよ。
もう取るんだったら中学から取ってる。そうそうそう、中学でガサッと取っちゃって、で残りまあ補充するぐらいの数しか取らないんでね、まあ、そういうのも含めて厳しい。ちょっと脳がね、狭いってことですね。あら、大丈夫だよ、そういうのも、まあ、こんだけ落ちますわね。挑戦することがね、やっぱ意義があると言いますから。で、晴れて、奈良高校に。奈良高校に。はい。なるほど。されました。めでたし、めでたし。めでたし、めでたし、よかったね。こんなペースで喋ってて、いつ終わるの？そうですね。我々朝まで付き合いますよ、このとさ。ゆっくりやってみましょう。ゆっくりやってみましょう。私、先に帰ってもいいですか？え？ LINE で送ってくださいよ。その後は。14歳では、受験をされて、うん、まあ、高校に入学ぐらいまで来ましたね。そうですね。はい、うん、高校入って、はい、まあ、あんまないかな。あれ、ここに来て高校のエピソードなし。初彼女とか。そうですよね。やっぱ学園生活の話とかね、うん、青春っぽい。青春っぽい話。基本なんかずっと受験勉強してた感じなんで。なるほど。勉強してたのか。そうそうそう。勉強しても勉強しても落ちるっていうね。いやー、これはちょっとハードルが高いですね。厳しいですね、本当。18歳。じゃあ、あ、じゃあ高校に入ってる。18歳。なんか、まあ、ほぼ受験の話しかしてないっていう、うん。高校3年生ですね。そうですね。同志社、説明館、それから関西大学、大阪、福井と、全部で7つぐらい、なんかいっぱい受けました。すげえ。で、まあ一応ね、はい、この辺、はい、この辺行けたらいいなぐらいのイメージだったんですけどね、行けませんでした。ああ、どうして難しい。厳しい世界だ。説明館難しい。立命館難しいです。ここね、はい、ここ、ここも行けない。あ、厳しい、ね、高いですね。でね、まあ、幸いこことここは受かる、はい、ああ、素晴らしい、はい、で、あとここ、はい、とどめの一発が来て、あ、そうだ、最終的に静岡大学、はい、国立ですよね。国立ですよね、はい、そうですよね、はい、担任の先生の面談で、なんでなんで静岡やの、はい、突っ込まれましたね。突っ込まれました。静岡やねんと。答えは、毎日、富士山が見られる。なるほど。だから富士の力ってすごいですね。富士山すごい。富士の力で受ける。何の先生ふざけるな。あのね、ちょうど自分の直前の面接を受けた友達がね、はい、あの琉球大学希望してたんです。わ、沖縄の。あ、いいですね。お前なんで琉球やって聞かれて、いや、毎日沖縄の海で泳げるから。ああ、次の人はこれでしょ。はい、先生もやってられないし。焦げちゃうしね。その先のことを考えてないのか思い出しが。うん、あとね、そうですね、はい、あのね、この辺ぐらいから人生ゲーム大好きでしたね。人生ゲーム、急な情報。人生ゲーム、これご家族でやる、それともクラスメイトとか。あのね、いとこがよく遊んでくれてて、いとことよくやりましたね。親、まあ、一人っ子だったんで親も付き合ってくれたりとか、あとね、人生ゲームで一番好きだったのは、はい、1から10まで数字があって、はい、所持金を貼って、はい、ルーレット回して、うん、当たったの外れたの何倍になったのっていう、あそこが一番好きで、なるほど、で、あの、進むというよりも、はい、なんならもう自分で期待値を計算して、はい、こういう貼り方したら何倍とかやって、はい、でそれを自分で一人でこうやって遊ぶ、はい、すごいすごい、人生ゲームとちょっとまた別の別の遊び方しますね。研究の、だからもうこの頃から数字が大好きだったんですよ、ね、っていうことですよね。この辺で、だから、はい、麻雀はこの辺ですかね。麻雀の話やってきました。金星ゲームの後に麻雀で会ってるわけ。そう今日は後に。今、まあ、はい、麻雀どこだったかなと思って、はい、で、なんかくっついて思い出したのこれなんですよ。ああ、なるほど。まず金星ゲーム、この辺だからトランプとかも大好きでした。トランプ、あ、トランプ、うん、いや、まあ、基本カードゲーム、ボードゲームがお好きだったということですね。花札、あ、そうだ、はい、あ、これ3歳のとこに書いたらちょっと早すぎるけど、でも将棋はね、この辺ぐらい。あ、なるほど、将棋もね、お好きですもんね、うん、近藤プロの脳内のシナプスが次々と繋がっていってる、うん、3分の1ぐらいですかね、これで。そうですね、うん、今やっと高校を卒業されて、卒業しましたね、静岡の大学に入るまでに来ました、はいはい、来ましたね、あと41年はい、もう終わりましょうか、これで。じゃあここで一回ちょっと切りまして、うん、はい、前半ね、近藤さんが、うん、大学に入るまではこういう感じでしたよという影響を見ていただいたので、うん、次の動画でこの後の近藤さんの人生を追っていきたいと思います、はい、はい、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします、はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ただこの動画が面白かった、あと意外と、あ、近藤さんとか関西出身の方なんだっていう、はいはい、ここで思った、ね、知らなかったよっていう方はね、うん、ぜひ、ね、チャンネル登録、そして高評価、
あと現在スーパーサンクスというですね、もう直接我々にお金をくれる機能ができるらしいのでスーパーサンクスもあるんで、はい、お願いいたします。ということで今日はここまで。またねー。